乃木坂46の公式ライバルとして結成された僕が見たかった青空にはすでに人気のメンバーがいます。土佐弁が可愛すぎて話題になったメンバーや乃木坂の岩本蓮加さんに似ていると言われたメンバーまでいます。さらには日本一可愛い女子中学生を決めるコンテストでグランプリに選ばれたメンバーまでいるので驚きです。今回は僕が見たかった青空の23名のうち人気メンバー10人を紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。10位、金沢亜美。公式ライバルの人気メンバーランキング10位は金沢亜美さんです。金沢さんは優しい話し方とほんわかした雰囲気が人気の理由でもあります。公式 X で公開された金沢さんのプロフィール投稿では合計で1547のいいねが押されました。一方でかなり緊張しい一面もあり、小さい頃の発表会やグループに加入してからのインタビューで泣いてしまうほどだと明かしました。それが視聴者にもたびたび伝わっており、一部の乃木坂ファンからは守りたくなる感じが西野七瀬に通ずるものがあると言われました。また金沢さんはアイドルが好きでオーディションを受けたそうです。そして何回かアイドルのオーディションを受けたことを明かしています。48グループなのか坂道グループなのかは分かりませんが、不合格になった経験があってもオーディションを受けたというのはアイドルに対する強い思いが伺えますよね。きっとアイドルを見て癒されたり元気をもらったことがあり、自分もたくさんのものを与えられる存在になりたいと思ったのではないでしょうか。初めてのブログでは憧れのアイドルに近づけるように頑張ると書かれてありますが、いつかそのアイドルと共演できる姿が期待されます。9位、吉本ココナ。公式ライバルの人気メンバーランキング9位は吉本ココナさんです。吉本さんはメンバーと唯一被っていない髪型が特徴的で、はっきりとした顔立ちが人気の理由です。公式 X で公開された吉本さんのプロフィール投稿では合計で1646のいいねが押されました。はっきりした顔立ちはファンにも好評で、公式 SNS では美人さんや顔が美しすぎて永遠に見られるなどの絶賛の声が上がっています。また吉本さんは歌がうまいことでも話題です。最終オーディションでは彩香さんの三日月をきれいに歌い上げ視聴者を驚かせました。その歌声にメンバーからもめっちゃうまくて安定していると信頼されているようです。オーディションから歌がうまいというのは乃木坂の5期生でいうと井上凪さんや中西アルノさんを連想させます。この2人は5期生の中でも早く選抜に選ばれるだけではなくセンターにも抜擢されました。そのことから次のセンター候補と早速ファンから期待されています。歌がうまいメンバーは歌唱力を支えるキーマンとしてグループの中心メンバーとなっていますよね。さらにソロで歌番組に出ている坂道メンバーもいるので、吉本さんも歌を中心とした活躍が期待されるでしょう。柳堀かれん。公式ライバルの人気メンバーランキング8位は柳堀かれんさんです。柳堀さんはテレビに出演した時や SNS で多く見せる明るい笑顔が人気の理由になります。公式 X で公開された柳堀さんのプロフィール投稿では合計で1745のいいねが押されました。そしてその笑顔が乃木坂3期生山下美月さんの初期の頃に似ていると乃木坂ファンから言われました。山下さんは初期の頃から選抜に選ばれており、今ではグループの中心メンバーまで成長しています。そのためグループを牽引するメンバーとして名前が挙がっており、かなり期待されているのではないでしょうか。学校では茶道部の部長をしながら水泳部のマネージャーをやっているということで、部員は柳堀さんの笑顔で頑張る力をもらっていることでしょう。幼少期からモデルになりたい思いを持っていて、中学ではダンス部で乃木坂の曲を踊っていることから芸能界への憧れは強かったのだと考えられます。柳堀さんはインタビューでモデルやナレーターの仕事もしたいと積極的な姿勢を見せていて、部長経験の実績もあることからグループのために活動したいという気持ちが伺えました。メンバーも柳堀さんの笑顔に癒されている様子が見受けられたので、これからグループを引っ張っていくことが期待されます。7位、宮越ゆりや。公式ライバルの人気メンバーランキング7位は宮越ゆりやさんです。宮越さんは乃木坂46の岩本蓮加さんに似ていると話題となり人気になったメンバーです。公式 X で公開された宮越さんのプロフィール投稿では合計で1961のいいねが押されました。それも影響してか SNS ではエース候補だと早速期待されるコメントが出ていました。
岩本さんはミーグリで完売をしていて、選抜メンバーの常連ということで比較されるハードルは高いですが、宮越さんはオーディションの時から努力という言葉を多く使っています。最終審査では習字で奮励努力という字を書いていたり、昨日の自分を超えるというのをモットーに日々活動していたりと、アイドルとしての自覚と責任を特に大切にしているメンバーです。これからも人一倍努力することで、いつか岩本さんを超えるアイドルになる姿や、岩本さんと共演する姿を見られることが期待されます。6位、工藤優愛。公式ライバルの人気メンバーランキング6位は工藤優愛さんです。工藤さんは最年少組の一人で14歳なのですが、14歳とは思えない綺麗な顔立ちが人気の理由になります。公式 X で公開された工藤さんのプロフィール投稿では、合計で2051のいいねが押されました。また自分でもマイペースだと言っていますが、おっとりとした雰囲気や話し方に雰囲気があやめちゃんを感じると、乃木坂4期生の筒井あやめさんの雰囲気を感じる乃木坂ファンもいました。ファンの中には妹感に癒されている人もいれば、14歳という若さでアイドルとして頑張っている姿に胸を打たれ、応援したいという気持ちを持っているファンもいることがわかります。また工藤さんは幼少期からダンスを習っていて、メンバー発表会では前屈をして床に手がぴったりつく柔軟さを披露しました。ダンスをするにおいて柔軟さは表現の幅を広げることにつながります。僕が見たかった青空がこれからどのような方向性で曲を披露していくのかは分かりませんが、乃木坂のような綺麗なダンスも桜坂の迫力のあるダンスも両方こなすことができることが考えられます。ダンスに力を入れていくのであれば、工藤さんが中心メンバーとなっていくことは間違いないでしょう。5位、伊藤ゆず。公式ライバルの人気メンバーランキング5位は伊藤ゆずさんです。伊藤さんは最年長でもあるので、 SNS では美人さんや絶対的お姉さんなど大人っぽい印象を受けたファンが多く、人気の理由にもなっています。公式 X で公開された伊藤さんのプロフィール投稿では、合計で2094のいいねが押されました。メンバーからも甘えやすいと言われ、伊藤さんはインタビューで、年下メンバーたちを可愛がって優しく見守る存在になりたいですとグループとしての役割を語っていました。そんなグループのお姉さん的な立場に、坂道ファンからは乃木坂の梅澤美波さんや日向坂の佐々木久美さんなどのメンバーの面倒を見る立ち位置なのではと憶測が出ています。伊藤さんはキャプテンではありませんが、キャプテンである塩釜奈々さんのサポート役としてグループを支える中心メンバーとなることが期待されますね。また伊藤さんは幼少期から服が好きで、現在大学で服飾について学んでいると話しています。服について勉強しているメンバーというのは今までグループでもあまりなかったことだと思うので、いつかライブで衣装担当としてメンバーの衣装を考えたり作ったりすることもあるでしょう。そして服の良さを伝えるモデルの仕事もしたいと語っていることから、様々な分野での活躍が期待されます。4位、秋田リアン。公式ライバルの人気メンバーランキング4位は秋田リアンさんです。秋田さんは日本一可愛い女子中学生を決める JC ミスコン2022でグランプリを受賞し、その可愛らしさが人気の理由になります。公式 X で公開された秋田さんのプロフィール投稿では、合計で2096のいいねが押されました。その影響もあり、 TikTok での秋田さんの動画には他のメンバーに比べて圧倒的に多いコメントが寄せられました。さらに笑顔が特徴的な秋田さんは、乃木坂46の伊尾木真央さんや久保しおりさんに似ていると一部の乃木坂ファンに言われています。笑った時の柔らかな表情が二人の雰囲気を感じさせると同時に、親しみやすさがファンの心をつかみました。また秋田さんは空手で黒帯を持っていて、メンバー発表会や TikTok の自己紹介動画では空手を披露してキレのある動きを見せています。可愛いのに空手の黒帯を持っているというギャップに驚いた視聴者も多くいました。グループ加入前はすでにモデルとして TGC のランウェイを歩き、空手で鍛えられたスタイルの良さも明らかになっています。グループとしての活動だけにとどまらず、個人の活動をすることで認知度アップなどグループに還元してくれることが期待されます。3位、早崎鈴木。公式ライバルの人気メンバーランキング3位は早崎鈴木さんです。早崎さんは愛嬌のある笑顔が特徴的で、 SNS では笑顔が素敵や癒されるなどのコメントが寄せられており、愛嬌が人気の理由になります。
公式 X で公開された早崎さんのプロフィール投稿では、合計で2233のいいねが押されました。また、目覚ましテレビのインタビューで自己 PR を求められたのに対して、目覚ましテレビが大好きです、とあざとい笑顔を見せていました。明らかに狙って発言している様子からは、これから多くのファンに笑顔を使い分けることで、自分を好きになってもらおうという戦略が伺えます。そして、早坂さんの特技はピアノで、コンクールの受賞経験もあり、インタビューでは音感が自分の強みの一つだと明かしました。アイドルで楽器の経験があるメンバーは多くなく、乃木坂で言えば生田絵梨花さんはピアノ、斉藤飛鳥さんはドラムをライブなどで披露しています。早崎さんは TikTok の動画でピアノを演奏しており、その姿に生田さんの雰囲気を感じた坂道ファンも多かったようです。またピアノの腕前に、てっぺんに坂道と出てほしいと早速共演を希望するファンもいました。楽器を弾けるメンバーは貴重な存在なので、ライブで早崎さんがピアノを演奏して他のメンバーが歌唱するシーンが出てくることも予想されます。音感がいいというのはグループの力になるので、これまでの経験を生かしてグループを引っ張る存在になることを期待したいですね。2位、庵野葵。公式ライバルの人気メンバーランキング2位は庵野葵さんです。その圧倒的なビジュアルが人気の理由で、オーディションの時からアイドルとして化けそうと将来を期待されるコメントが多く、ショールーム審査の時から応援していますというファンもたくさんいます。公式 X で公開された庵野さんのプロフィール投稿では、合計で4675のいいねが押されました。英語が話せるメンバーが少ない中で、庵野さんは英会話を10年以上やっていました。貴重な経験で個性でもあるので、曲中の英語のセリフを担当したり、テレビ番組で英語の番組があるとすれば出演オファーが来ることも考えられます。また庵野さんはダンスを7年、ピアノを8年経験しており、アイドルをやる上では強みしかありません。さらに打楽器が好きで習っていたということで、 TikTok の自己紹介動画ではドラムを叩くシーンがあります。その姿に、アスカちゃんみたいにライブでドラムが披露してほしいと期待する坂道ファンもいました。経験豊富な庵野さんはグループ内で未経験者に教える立場になるでしょうし、歌唱経験がなくても正しい音程で歌うことができます。ライブやレコーディングではグループの先導として活躍してくれるでしょう。1位、西森彩。公式ライバルの人気メンバーランキング1位は西森彩さんです。西森さんはルックスも人気な理由の一つですが、土佐弁の可愛さも相まって注目を集めています。公式 X で公開された西森さんのプロフィール投稿では、合計で4942のいいねが押されました。楽しくなると出てしまうという土佐弁に、 SNS でも土佐弁可愛すぎる、ずっと土佐弁使い続けてほしいと絶賛されました。また乃木坂ファンからは4期生の神奈川さやさんに似ていると言われています。そのため神奈川さんのファンは、推し変したら怒るよね、どうしようと戸惑いの声が上がっていました。西森さんはインタビューで、オーディションを受けた理由が就職活動からの現実逃避だと明かしています。 TikTok を見てグループオーディションを知り、スマホに入っていた写真を送ったら受かったというシンデレラストーリーはある種の才能かもしれません。さらに他のメンバーに比べて圧倒的な人気を得ているので、アイドルになることは運命だったのでしょう。また西森さんは学生時代土木を学んできたということで、自己紹介動画ではヘルメットをかぶって木を切る姿やネジを打ち込む姿が映されていました。アイドルと土木は今までにない組み合わせのメンバーなので、そのギャップもファンには刺さったのではないかと考えられます。 DIY をするコーナーを持っている有名な番組もあるので、そういったところでの活躍やライブなどのセットを自ら作るのではという期待もあるでしょう。今回は僕が見たかった青空の人気メンバー10人を紹介しました。人気の理由はビジュアルだけではなく、ギャップや特技、経歴も理由の一つだと考えられます。その影響からか、 SNS のコメントではどのメンバーにおいても次のセンター候補だと言われ、早速センター予想が繰り広げられていました。それぞれの個性を生かして乃木坂に負けないくらいの大きなグループになることが期待されます。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。